みんなそうだよ、その考え方いいと思います、ありがとう。やっぱそうだよ、挑戦した日本すごい、さすがだと思う。いやー、勇気をもらえるプレーだったよ。ベルギー、あ、そうな、誰がどこの国が1位になるのかな。サッカーを見てこんなに楽しいって思えるようになったのは私が大人になったからかな。たっきゅん、ありがとう。アザラシかわいい、マフラーつけてる、ありがとう。カミリア K さん、ありがとう。アンマン、スペイン戦楽しみですね。まあスペインに勝てば問題ない。そうなの、じゃあ本命だね。本命、本命はスペインなんですね。え、次の試合は早朝4時だから早起き。え、やばーい。そうなの、やっぱ寝不足な、寝不足の日、何でしたっけ、寝不足の1週間でしたっけ。今夜も歌いたい、何でしたっけ、寝不足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 の年、ん、12月1日、おきさんのお誕生日にあるんだ。オッケー、そうだよ、チャレンジ、チャレンジ、チャレンジ。スケーモンさん、バラありがとう。あっちゃん、ありがとう。レインボースター、何 WBC って何ですか。ワールドバターカップ、ワールドバターカップ。おいしそう。ノー、ベースボー、ベースボーカップ、あ、あ、野球か。4時に起きて試合見て仕事に行く俺たち、偉い、偉すぎ。ワールドバターカップ、ワールドバッタ、ワールドベースボールクラシック、クラシックなの。私が多分去年とかいつか忘れたけど見て、おおってなったかもしれん、なったことがあるかも。すごーい、野球の世界一決定戦、かっけー、見よう。ワールドバターカップじゃないのか、ベースボールクラシックなのか。バターカップの方が、私はバター、ワールドバターカップに私行こう、挑戦するわ。チークかわいい。本当はもうここに病人のようにこうやって入れてたんだけど。え、ねえ、二刀流の人は誰なの。私にスポーツを教えてください。皆さん、二刀流の人は誰なんですか。なんか私すごいテカってるように見える。が、大谷さん、あ、バタフライを決めるんだ。ワールドバタフライクラシック、大谷翔平さんか。え、二刀流っていう言葉はこのピッ、何これ、ピッチャー、ピッチング、投げる、投げるのと打つのと両方できる人ですか。刀を2本持っている、打者とピッチャー。おー、なるほど。しんいちさん、あんまん、ありがとう。あ、刀を2本持ってるんだ。へえ。こうやって。ん？宮本武蔵。え、宮本武蔵は何者なん？投手と野手のどちらともできるです。そうなんだ。ワールドバタフライクラシック、誰が一番蝶のように舞えるかを鍛える競う大会です。え、それに参加しようかな。水のように優しく花のように、全然違った、蝶のように美しくみたいな、あるよね。投手両方、投打両方が一流ということで使われてます。一流って何。え、皆さん教えてください。武蔵、宮本武蔵はあれでしょ、
宮本武蔵はあれでしょ、なんちゃらの合戦みたいなのでさおるやつ、小次郎とね戦ったやつ。一押しと二押し両方押すのは二刀流かもしれん。カミリア圭さん可愛い、ありがとう。投手と打者のこと、打者って何ですか。打者ってこう書きいいんだよね。投手って投げる人のことですよね。どちらも一流に歌って踊る。ああ、なるほど。一光さん結婚して、あ、それだ。宮本武蔵は巌流島で待ち伏せしてた人。でも武蔵はあの小次郎が遅すぎるんだっけ。ん、小次郎が負けたのか。小次郎はこうやってあれ、あの刀をさ浜に刺してさ、それで刀が錆びちゃったんだっけ。2-way player、 一流、あ、トップレベル。あ、リコちゃんお笑いとアイドルの二刀流か、なるほど。メジャーのチームの中で一番いいピッチャーをと一番いいバッターを一人で知ってる、やばい人。わかりやすい、めちゃめちゃわかりやすい、なるほどね。すげーすげー、それはやばい、やばい人だ、すげー。つまりは世界一なんだ。あ、すごい、あ、わかりやすい。え、すごい、ノーベル賞じゃん、すごい。新一さんハートありがとう。うわー、すごいね、それはすごいね。すっげー、学びました。巌流島は山口県下関市。小次郎、武蔵くんまだかな。あ、そうなんだ。小次郎が待ってて、小次郎ピッてやってて、武蔵、お待たせ。あ、なるほどね。あ、うちわの裏表を使いこなすファンの人は二刀流ですね。リコチにとって一流アイドル、うーん、私が尊敬している人です。あー、すげー、あー、学びました。ダンス、アイドルで言うと一番ダンスが上手くて一番 歌が上手い人。うん、みちゅさん、つまりは ST48 のみちゅさんということですね。うーん、宮本武蔵は岡山県出身、諸説ある。あ、諸説あんの、そうなん。小次郎は、小次郎はどこ出身。アメリカの経済誌によると大谷選手の来年の総収入は72億35億、あと5000万人。え、メジャーって何ですか。皆さん、メジャーって何ですか。メジャーリーグ、メジャーは私は野球のアニメしか知りません。みんな、おいおい、こいつ大丈夫か。大谷さんは104年ぶりにメジャーの偉業を達成した。武蔵、ごめん待った。小次郎、うん、今来たとこ、多分、あ、日本語と英語の二刀流で行こう。メジャーリーグで40本以上打った日本人の、すごい人なんだ。文ちゃんハートありがとう。はあ、メジャーはアメリカのプロ野球。アメリカのプロ野球の、プロ野球リーグ、なるほどね。ああ、なるほどね。ああ、そうなんだ。うわ、小次郎、あ、岩国市出身なんだ。
小次郎ちゃんは岩国市出身なんだ。日本の野球のアメリカバージョン。あ、なるほど。あ、なるほど。ん？アメリカ。ん？え、でもアメリカ。ん？ん？日本代表とかですか？それとももうアメリカにいるんですか？無知、無知なんです。ごめんなさい。ん？日本代表なんですか？それともアメリカにいる、アメリカ代表なんですか？カミリアケイさん、ブラボー、ありがとう。ブラボー。ほん、Making history。歴史を塗り替えてる。メジャーは世界中から選手が集まってるんだ。そうなんだ。ねめねめね。アメリカのメジャーリーグ行ったよね。わからん。わからん。そこまで見てないよ。私は毎日なんか毎回なんか主人公が土の上を走ってる夕暮れのエンディングを見るのしか覚えてない。あ、カナダも入ってる。MVP なんだ。あ、すっげー。佐々木小次郎師匠は短い刀の流派なのに、あの人だけものすごく長い刀を使ってる。なんで？つまり あれでしょ、滝、水の呼吸の師匠誰だっけに教わってんのに火の呼吸使うみたいな。炭治郎よ。ハルルンさん、服ありがとう。あ、アメリカのチームに所属して。そうなんだ。はあ。日本ですごい人は大体我慢できなくてアメリカへ飛ぶ。そうなんだ。あー、なるほどね。あ、アメリカンリーグとナショナルリーグ。なるほどね。アメリカのエンゼルスってチームに在籍してて、次の世界大会で日本に選ばれるかもという。あ、へえ。あ、アメリカで活躍してるけど次は WBC、 ワールドバターカップでは日本代表。なるほどね。おー、私今知識がすごい増えました。みんなありがとう。クロさん、ありがとう。アンマンとパンダマン、クママン。あ、ウロコダキさんだ。ウロコダキサコンジだ。うん、私もアメリカに行くか。アメリカに行っちゃうか。ハリウッドデビュー目指すごいか。でも私確かにハリウッド目指してた頃もありましたね。夢見る私はハリウッドを目指した頃もありました。え、私ハリウッド目指してたの、ウケるくない？え、リプ編あとどれくらいかかりますか？嘘、リプもう全部返し終えたかと思った。まだ帰ってないですか？もしかして11月25日の22時以降にあれしたとかありませんか？リプ送ったとか時間切れとかないですか？私の話聞いてほしいけどさ、ちょっとあんま言えんな。わたやんさん、だるまレインボースターありがとう。なるほどね。リプ、確かに渡辺直美さんすごい。サッカーじゃなくて野球の話で盛り上がってしまった。ほんと、え、みんなってさ教えるの上手だね。なんかさ、え、でもリプ編まだ終わって、え、キエさんもう終えたかと思ってた。
リプ編。アイクゴピョンピョンありがとうありがとう。ああそうなんだ。トップのハリウッド女優とトップのアイドルを一緒にするくらい大谷さんすごいこと。なるほどね。ああすごい、白石麻衣さんみたいな感じかな。カミリアケイさんありがとうありがとう。タダチーさんかわいいありがとう。え、ツイッターさ、それな、表示されない時あるよね。カピバラミキア君バラありがとう。なんかツイッターって最近なんかなんちゃらサークルみたいなのができるようになったじゃないですか。なんか人そのなんか公開するだけ、なんか公開この人だけするみたいな選べるじゃないですか。それで私に悪口言ってくる人がいたんです皆さん。もう私はそいつの急所をめがけて一蹴り入れたい気持ちになりました。いっこうさんめっちゃ可愛い、ありがとう。ありがとう。可愛いですか。許されない、許されないと思う。許せないわ。それがすっごいバカバカしくてバカバカしくて、皆さん私はもうそいつをここでリアル世界を敵に回したやつにさせたい。もうバカバカしいんですよそれが。カミリアケイさんファイトありがとう。なんかあごめんなさい、あのねめっちゃバカバカしくてこんなに怒ってんのって、あのリプ編企画してたじゃないですか。でそれで11月25日の22時までにリプしてくれた人に返しますって言ってリプ編企画してたのにしてたんですよ。で私そんななんか一日中ツイッターやってるような追廃じゃないからできる時に皆さんの返信を見て返してたんですよ。だから2日3日かかっちゃって今日多分全部返し終えたかなって思ってるんですよね。でそしたら昨日のね夜にねリコチハッシュタグリコチメールをつけてその厄介なサークルってやつをつけて自分私だけにしか見えない形にしてきてしてなんか読み上げよう覚えてないから読み上げよう。スクショしてね、スクショして撮っているんだよ、ね、あった。そのそいつは自分のリップに引用リツイートをして引用リツイートをしてあんまこんなことは言いたかないんですが時間外カット後カッコ22時以降のリップにもリップ編するなら時間内のカッコ22時までのリップにもちゃんとお願いしますね汗さらすのくさ。私はねさらすよ。私はねこうやってねこういうやつ大嫌いなんだ。私にしか見えないみたいな全然堂々と言えよ。それで自分のなんかこいつは2個なんかリップを送ってきたみたいで、でまたなんかなんか2個目のリップにまた引用してこちらもって全てのリプに返すと明言してないのはわかる。でも22時までのリプに返信とは明言してるよね。それなのに22時過ぎたリプにリプ返をして22時までに守っていた
守って書いたのにスルーされる人がいるっていうのは点点点時間を守って書いた人にとってはかっこいい気はしないと思う。はぁ、あ、何リプ編に1億円でもかけたのちょっと待って、私めちゃめちゃ性格何競馬でも負けたねえ本当にさ、まだ返してない、私だってまだ全部に返したわけじゃないのにさ、本当にえちょっとなんかイラつきました。これ本当にまだ私自分のペースで返してるから、自分のペースでリプ返してるから、まだ全員に返し終えてないのに、なんか早とちりして、私もさ、しかもさ時間外の人に返しちゃったみたいでさ、そんなさ、そんなチェックできてなくてさやっちゃったみたいだけどさ、まあなんか待ってよみたいな、いや待ってやいや本当にただのリプ編じゃん。これ CD1 枚買ったならわかるよ。それはなんで僕とお話ししてくれなかったんですかって、いやリプって無料、リプにリプ0円誰でもできる、本当にだってさ、いや本当になんで私に言われなきゃいけないの、はあ、って思いましたね本当にそうだよ、死ぬ病気にかかってんの、リプ返してもらえないと死んじゃう呪いにでもかかってんのかって怒られたんです。私久々になんかファンの方に怒られて、ファンの方でもないんですけどね、来られて、こっちもいい気にはならなかったよねあー面白い、あーいい気、なんかあっちはリプ返してもらえてなくていい気にはならない、こっちもいい気にはならないよね。カミリアケイさんかわいい、ありがとう、え私怒ってるそれでも、うん、企画ね、死に、そういうやつがいるとほんと死にくくなるよね。まあ独り占めしたいんか、いや私このファンの人知らないもん私この人知らないもん、しかもハッシュタグリコチメールつけてきたけど、え私のメール取ってんのみたいな私のメール取ってんの、メール取ってる人しか使えないよそのハッシュタグ、うん、でもちょっと面白い、ちょっと面白いこういうのあ久々にこういうちょっと刺激的な、刺激的な、なんかなんかちょっとひねくれた人間に触れ、ちょっと楽しいかもしれないあーキーさんお疲れ、ありがとう、ありがとうございます、お疲れって、うん、そう、え、そうそうそう、そういう人に限って普段毎回私のツイッターツイートにリプなんてしないくせに、こういう時に限ってリプ送ってきて文句言ってくる、ああでもちょっとなんか久々にこういうちょっとなんか刺激的なファンの人がいて、ちょっとなんか楽しいです楽しいです。かまちゃんお疲れ、ありがとう、ありがとうございます、疲れ燃える、うん、そうさ、しかもさ、そうやってさ、なんか私だけにしか見えないさ、ねちっこいやり方で文句言ってきたのもちょっとイラッとした、うん、刺激的でちょっと楽しい、うん、なんか人にこうやってちょっとなんかイライラしてなんか正論をぶつける乗って、え、なんか楽しい
なんか正論をぶつけられてるのか分かんないけど、ちょっと楽しいかも。あ、私今リコユキかもしれん。どうなんだろうね、ショールームに来たらもうちょっと私「あ、この人だよ！」ってみんなに伝えるね。そんなことはしない、多分いないと思うな。ロクさん、あ、こんな時に結婚して、あ、帳消しにしてくれるのか、あ、はあ、はあ、ダメです、ダメですよ、ダメです、私は結婚しません。うん、私強いね、なんだかんださ、めちゃめちゃメンタル強くない？私さ、なんかさ、ちょっとさ、私気づい、新しい扉がさ開けてしまったかもしれんけどさ、なんかこのこうやってちっこく文句を言ってくる人がなんかありぐらい、なんかありぐらいに見えて、なんかなんかちょっとそいつのことをなんか正論で返す時、なんかそいつの足をなんか一本一本なんか抜いてる気持ちになって、ちょっと待って、私ちょっと待って、あ、ごめんなさい、失礼しました。なんかちょっと快感でした。私新しい扉が開けてしまったかもしれん。タッキュン、アイスありがとう、ありがとうございます。あ、ロクさんかっこいい、ありがとう、ありがとう。タタチーさん、タコありがとう。かっこいい、タコアイスクールダウン、そうだね、なあ、はあ。ちょっと新しい趣味ができちゃう。でも私のことをちょっとなんか不快に思わせた、変な脳汁が出てきたかもしれんね。カピバラミキヤくん、千万両ありがとう。でもなんか新しい趣味いける。あ、今そういうとこあるよね、私、君ってそういうとこ、やっぱさ、私そういうとこあるよね。私さ、自分に気づいてしまったかも。私さ、怖くてさ、今日も自分のことちょっと怖いって思えてきたのがあってさ、普通にフローリング、この床にそのまま地べたでゴロンってしてたの。そしたらなんかもうちっちゃい虫がね、何なんだろう、あれ、クモ、ほんとちっちゃくて生まれたてみたいなクモが歩いてた。だからそれを潰してたんだけど、次に、私の家ってなんで虫がいんの、まず。え、次になんかちっちゃいアリが歩いてて、びっくりして、私は、え、アリがいるって、そう、なんでアリがいんのって思ったんだけど、ピッてやったら生きてて、あ、強いって思ったんです。しかも手の感触でも、あ、このアリ、なんかこのアリってアリよりハベリ、このアリなんか鎧が硬いと思ったんですよ。あ、この感触硬い。で、それで一発じゃ息の根を止めれなくて、だから2回目止めれなくて、で、それで髪の毛が落ちてたんですよ、掃除をしていないので。髪の毛を拾って
しれない以上です。やばいかもしれない、私怖い、私が怖くなってきた。ちょっと怖い。ちょっと自分が怖くなってきた。なんか自分こんなんじゃなかったのに。いつの間にかに。いつの間にかに、わかんない、何なんだろう。でも私の私の縄張りに入ってきたのが悪い。私の縄張りに入ってる。タッキュン結婚してめっちゃ投げてきた。10個も投げてきた。ペシ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 。え、ありがとう。あ、それでも好きだよ。それでは聞いてください。それでも好きだよ。あやとさんハートありがとう。あ、私ってもしかしたらそういう血が流れてるのかもしれない。なんか私はあのフルーツ大福とかがを糸でこうやって切ると断面が綺麗に切れるの知ってるんですよ。その方式で。みやこ先生ありがとう、ありがとう。あんまん目覚めてしまったかもしれない。それでも嫌いにならないでくれる。今のビンタありの気持ちだ。そう、私のフィールドに入ったのが悪いんです。私シリアルキラー、確かにシリアルキラーだ。ロクさんかっこいい。え、ありがとう。かっこいいと思ってくれたの。でもなんで私の部屋アリいるんだろうって思いました。なんでだろうな、アリとか。てかここ最近ハエとかも見たんですよね。置いといているんですけど、湧いてるのかな、湧いてるのかな。私りこちゃん真夜中に冷蔵庫に首突っ込んで何か食べてる。え、自制心はちゃんとあります。うん、自制心はあります。いや私野生界生きてるから、私野生ん何を言ってる。住みやすいのかな。萌え断。そう、萌え断、断面萌えして。生ゴミ注意。あ、G ない。虫おる。タワマンね、最上階なのに。私タワマン生ゴミね、生ゴミなんて私出ないよ。バナナの皮とヨーグルトのカップぐらいしかない。日和には気をつける。今断食中だよね。うん、今日はヨーグルトとハイチュウ食べた。断食絶食。野菜とかについてるのか。何なんだろうね。アリはちっちゃかった、でも鎧は硬かった。うん、何なんだろうな。お砂糖こぼれて湧いてるのかな。あ、バナナのせいなのかな。アリに羽あった。え、なんでわかるの、やっぱすごい。え、羽あった。うん、こうやってやって、あ、羽が見えたって。あ、羽あった。え、しかもさ、そのアリの何がすごいかってさ、尻尾になんかねトゲみたいなのがあった、こういうやつ。それでこうやってプリンプリンってして、なんか髪の毛を刺そうとしたけど、髪の毛だから無理だよ。え、そう、パジェからの配置。カメリアケイさんありがとう。猫ちゃん、小姫部さん、あんまんありがとう。羽あり、羽ありだからか。こうやってね、こうやってプリプリってして、なんかウイってやってた。あ、だから飛んできたのか。キメラハント、あいつキメラだったのか。うん、羽あり、あ、繁殖期に羽が生えて巣を移る。ここを巣にしようとしてきたのか。うん、アリだった。
あいつキメラなのか。刺されてないです。こうやって潰して、ってなって潰して、うーってなって、はい、イエーイ。なんかこれが頭だとして、これがそのお尻のトゲかとするじゃん。私こうしてるわけ、こう。そしたらイエーイって、イエーイ帰ってしてくる、イエーイって刺そうとして、パルデアの姿なの？そっち地方？パル、これポケモンですか？あ、仲間のプリンプリンってしてきた。あ、そうなんだ。でもやりました。そうなんだ。チーが飛んできて顔にぶつかられたことあります。ビビりすぎて変な声出ました。顔にぶつかってくる？私は私はあの G の思い出あります。私はもうやばい、私やばすぎる。私も G の思い出あります。あのね、フィリピンに留学してた時、あのベトナム人のそのルームメイトと一緒に過ごしていたんですけど、ある日その私たちの部屋にすっごく大きいゴキブリがいて、角にリコ、ヘイリコ、ルカ、キャー、すんごい大きくって、うん、こんぐらい、こんなのが真っ黒でいて、それでキャーってしながらもう退治してもらって、あ、でもその間に一回落ち着く時間があって、何なのか分かんない、ほっとくみたいな話になって、私も今あ、思い出した、そう、なんか退治するときにもうちょっとなんかすごい接戦、なんか接戦だったんです。接戦っていうか何、長い試合になってたんです。そうで、だからもうちょっと一旦落ち着いてさ、ちょっとやめ、一旦休戦しようみたいな感じになって、私もなんかあのすぐあの出るから、あのもうフィリピンから出る日だったから、お友達とかにお手紙書いてて、今までありがとうみたいな、こうやってお手紙書いてる。そしたら机ね、机でお手紙書いてる。そしたら上にいたその G がさ、ピョーンって飛んできて、私が友達にあげるために頑張って書いてたお手紙の上を歩いたんです。歩いたんです。こうやって私は、おやられたってやられた追い詰めって、それで歩いて通過されて、あ、歩かれちゃった。私はそのお手紙を普通に友達にあげ渡しました。え、今考えたら私なんでそのまま、あ、あげたんだろう、そのまま渡したんだろう。としきさん、あんまんありがとう。なんでなんだろう、なんで私書き直しさなかったんだろう、そのまま渡しちゃった。あれ、うん、3秒ルールとかそんな問題じゃない、もう通過されたもん、トコ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 、あ、そういえば足跡ついてるやん。確かに光悦されたかな、こんにちはって歩かれた、そんなもん渡しちゃった。まあそんなもんか、問題ないよね。笑っとこ、あ、
私って非常識な女だな。とっても非常識じゃん。まあ一個知らぬが仏だよね。言ってないもん。でまあそれで歩かれて、そう、それで歩かれたけど、まあ OK って感じで、でそれでまああの現地のあの寮母さんみたいな人に呼んで、コクローチが出たで退治してもらって一件落着でした。こんなだった。でもファットって言ってた。美味しいものをたくさん食べてるって、太ってるって。うん、こんな拳だった。拳一個分だったもん。そいつがこうやって歩いたんだよそういう思い出がありますね。フィリピンではよくあることだよね。でも飛ぶんですね。カブトムシみたいだった。うん、長い戦いでした本当に。うん、すっごい長い、すっごい長い試合でしたね。まあでも勝ってよかった。うん、なんか噛むらしいよ。そのまま放置して寝てたらなんか髪に噛みついてくるらしくて、そしたら噛まれたらプクーンってすごい腫れるらしいです。だから本当に良かった。歩くのね、え、もうめっちゃもうこんぐらいの距離で見た。うーん、どんな感じだったかな。でも普通にトコ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 って感じだった。普通だった。全然想像と一緒。カサカサでもない。トコ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 、うん、噛まれるらしい。いや、ルール違反だよ。ほんと毒があるのかな。バイキン注入されそう。噛むの怖い。だからほんと放置して寝そうだったけど、放置しなくてよかったって思った。でもやっぱ無理ですね私。え、やだー、噛まれたところから G が誕生したら嫌だ、嫌だ、うわっ。で私も G 人間になるんでしょ。うわっ、スパイダーマンみたいな。やだー、やだ。日本なんて日になりません。晴れて水ぼうそうみたいになりますか。うん、わかんない、噛まれたことないからまだ。熱とかね、怖いよね。よかった私あの噛まれなくて退治できてよかった。そうだよ、ゾンビになる。え、寝てる間にね、鼻のなんか口の中に入るとか言うよね。映画にしたくない。できるか、クロッチメンカクロッチメンでも気を怖いね。でもゴキブリ怖いわ。 G メンになるとね、壁とか登れそうだし、なんか黒光りしそう肌。なんかスーツとか、あのさ、スパイダーマンのスーツはかっこいいけどさ、コクローチマンのさスーツは絶対黒光りしてる。ちょっと茶色でさ、飛べるね。怖いなー。 G よりかの方が怖い。まあ確かに G だもんね。やだー、北海道に逃げるわ。ね、耳の中にさ住みついてさ脳内を歩くみたいな言うよね、よく。怖い、人気なさそう。ほんとスパイダーマン、スパイダーマンでよかったよ。スパイダーマンでよかった。ホラー映画だよ。生まれるんでしょ。よかった。でも私は今思い出した、なんでそんな G の足跡のついた手紙を友達に渡したんだろう。これで私のさ生誕祭のお手紙依頼がなくなったらどうしよう。りょうちん、そのお手紙は綺麗ですか。え、お手紙の依頼とか一生来なかったらどうしよう。え、つらいつらい。さすがにないよ、絶対ないよ。さすがに私ないから安心してくださいね。
対なくなるよね。え、脳に寄生する虫なんているの？その友達は STU にはいない。でもそのお友達もすごい、私留学ですごいいろんなこと経験してるなって今思い出したんですよ、うん、私かなり留学でいろんなことを経験したなって思ったわ。配信を見た生誕委員の皆さんからは絶対お手紙以来来なくなる。え、私怖い経験、え、なんか女のドロドロに巻き込まれたことはあります。あのなんかグループディスカッションみたいな授業があるんですけど、そこには5人ぐらいいて、私と日本人の成人男性、もう成人しまくり男性ですね。意味はおじさんです。おじさんと、あの私と日本人のおじさんと韓国人の20代半ばぐらいのお姉さんと台湾のお兄さん30代20代と中国の、多国籍だね。で急にタートシキさん手紙ありがとう。そう、精神しまくってます。あ、みんなそうだったの。え、ね、それで中国のお兄さん、まあ、あ、違えた、中国のすごい優しいおばちゃんがいて、グループディスカッションの授業をしてるんだけど、それで今日はその、その韓国人のお姉さんが韓国に帰る日で、でそれでみんなで食事に行こうってなったんだよ。当時私は16歳で、でそれでやったーって、あのご飯やったやった、みんなとご飯行けるの楽しみ。そしたらで当日集まって、で最初にまずその日本人のその男の男性とやったねみたいな、楽しみだイエーイみたいな、そしたら韓国人の人も集まってきて、え、あんたのこと呼んでないんだけど、こう言われて、キャー。当時の私はけなげ、無垢、純粋無垢だったから、あ、呼ばれなかったんだ、そっか、じゃあみんな楽しんでいってらっしゃい。私はプールで遊ぼうかな。なんかその女性、男性が仲介役に入ってくださって、なんか聞く話によると、その女性は、韓国人の女性はその日本人男性のことが好きで、私はその日本人の男性と日本人という共通点ですごい仲良く話してたんですよ。でもその日本語だから何を話してるか分かんないし、それで仲良くしてるから嫉妬していたみたいで、私は17歳ながらにして、あのすごいドロドロな中に巻き込まれたことがあります。竹松さん、ありがとうございます。先日リフレン、あ、なんでリプ見えないの、なんでジェラシーでした。漫画で見たことあるやつ、やほっ、厳しいでしょ。でそしてその日はなんと私のお誕生日で、お誕生日の日にその17歳のお誕生日を迎え、そんな経験をしました。キャー、面白い。
私今思えばかなり、いや韓流ドラマだよね、めっちゃドラマだよねっていうお話もあります。私の留学経験話はまだ2つぐらい面白い話を隠してますすごい経験してるわ。そう思ったらカミリア K さんお疲れありがとう。そうだね、3年前か私。そうだね、うん、え、そうだよ、私いろいろ、え、色濃い面白いエピソードめっちゃある。猫八先輩もめちゃめちゃ面白いけど、私めちゃめちゃ面白い話いっぱいある。え、私中国人の30歳ぐらいの男性と結婚しそうになった話がある。めっちゃ面白い。私そういえば、あ、この人、え、なんか今思ったんですけど、私当時純粋無垢な私は分かんなかったけど、あ、この人私と結婚するつもりだったんだ、知らなかったあ、今気づいたでなりましたね。うん、にゃん吉さん可愛い、ありがとう本当に面白い。え、全然全然大丈夫の話、うん、全然大丈夫の話。当時私は17歳でしたね。あ、当面できない。え、それ本当怖い。17歳ですね私が。そうそうそう、なんかめっちゃ面白いんだけどめっちゃ面白い。その中国の方は、私が、うん、なんだろう、私がフィリピンに留学するときはいつもお世話になってた、あの一つのアカデミーがあって、そのアカデミーで出会ったんですけど、その人半年ぐらいそのアカデミーにいる人で、私がそのアカデミーに入って、でそれで1ヶ月短期留学を終えて帰って、でまた半年後ぐらいにまたそのアカデミーに1ヶ月入って帰るんですけど、バリバリ被っててドラマティックな話。その最初のそのアカデミーでその中国のその男性がかなり私によくしてくれて、かなりその時はよくしてくれてなかったか、なんかそう、あ、めっちゃドラマティックなんですよ。再会するんですよ、そう、運命的な再会みたいな。あ、タッキン結婚して、え、あの時のボーン、バイバイでそれでなんかこれ誰にも話したことないからさ、猫はじ先輩なんてめっちゃこすってるからさ、めちゃめちゃさ面白く話せるけどさ、この話誰にも話したことないからさ全然わかんない。え、まあ、つまりはそう、最初のその1ヶ月間で結構仲良くなって、はーいみたいな、はーいみたいな、そういう仲になって、そしたら2回目のその留学でもまさかのはーいみたいな感じになって、そう、ね、それでリコみたいな、あ、リコですかみたいな、あなたリコみたいな、そう、え、本物みたいな、そうだよみたいなそう、それでいや、ジンバブエドル電話かかってきたら困るな私、そう、リコだよみたいな、あ、かかってきてないですねそれでもうすごいねみたいな、リコがいるなんてみたいな、なって、そうなんだよ、イクラちゃんかな、はーいそうで、それでそう、多分私たちは運命的な再会をしてしまったんですね。そうすると毎日その彼から、リコ今日のお昼ご飯、あ、違う、え、今日は渡したいものがある、ん、何ケーキ、わーい、最初はあ、ケーキくれる優しい人みたいな、優しいと思った
構今日はたくさん買いすぎたフルーツをあげるね。あ、ありがとう。やった、フルーツむしゃむしゃ。リコ、今日はマカロンあげる。あ、マカロン、ありがとう、マカロン大好き、むしゃむしゃ。あ、これ私は当時分かんなかったけど、かなりのアプローチでしたね。私は分かんなかった。なんかおやつをアメちゃんくれるおばちゃんぐらいに思ってた。おじちゃんやけどね、その人あのかなりのアプローチだったみたいですね、これ。餌付け、うん、ほんと。でそれでわーいって食べる。お誕生日、その韓国人の女性にあなたのこと誘ってないよって言われたその日もお誕生日で、あ、お誕生日みたいな、お誕生日で、その時のもう被ってるんですけど、そのお誕生日もすごいケーキを用意してくれて、わーい、ありがとうって感じで、でお誕生日プレゼントはなんかスタバのタンブラーみたいな。そう、私スターバックスとか飲んだことなかったからさ、飲んだことあったけどスタバのタンブラーの魅力が分かんなかったけど、多分かなり多分いいプレゼントじゃないですか。カミリア K さん、ありがとう。アンマン、待って、めちゃめちゃありがとう。タッキーもアイスありがとう。タッキー、カミリア K さん、そうで、それでもうめちゃめちゃなんかいろんなものもらって、私があの喉を壊した時に、そう本気出してきた。あ、明日声ラジです、よろしくね、みほちゃんの代打です。でそれでタンブラーガチで、多分ガチ、うん、ガチ、わかんない、まあいいお値段するじゃん、食べ物とかじゃないし。ありがとう浜谷さんもハート。でそれであの、あ、餌付けされてるの私、神宮家さん、ありがとう。話が脱線しまくっているな。まあ、それでいろいろアプローチ受けてたら、それでなんか私が喉を壊した時には、その中国の伝統的な蜂蜜みたいなのもらって、これを舐めれば大丈夫みたいな、そういうとこまでもうすっごい私はよくしてもらって、あ、私は優しい人だと思って、イエーイ優しいみたいな思ってたわけ。そしたらなんかだから私もうすごいその人に、なんだろう、なんか当時わかんない私はもう大好きみたいな、ありがとう大好きみたいな気持ちで、お会いにって言ったわけ。そう、その人は中国人、もう大好きありがとう、お会いにみたいな。そう、そしたらまさかそのウォーアイニーが日がね、そのウォーアイニーがかなり重い言葉だったみたいで、私は中国、もうプロポーズみたいな、私がプロポーズしたみたいになっちゃって、私がプロポーズしたことになっちゃってそう、うん、あ、カミリア・ケイさん結婚してダメだよ、ダメだダメだよ。え、でそれでプロポーズしたことみたいになっちゃって、でそれで私はもう日本に帰るからバイバイみたいな、もう大好きだった、ありがとう、もういっぱいよくしてくれて、お会いにみたいな感じで帰って、ありがとうね本当にって。そしたらあの連絡先普通に交換するじゃん。ロクさん結婚して、あ、ダメだダメだよダメだよダメだよえ、それで、ね、そう普通に連絡先なんて交換するじゃん、友達なんだもん、アカデミーの同級生みたいな感じ。そしたらリコ、これからどうするみたいな、うん、どうする、うん、どうしようみたいな、どうするの、何の話、え、フィリピンには行かないかなみたいな、もうフィリピンには行かないかもみたいな。そう、なんか、うん、大学に進むかなみたいな話して、うん、そしたらなんか僕は大学に通うならこの大学にしよう、僕が車で全て送り迎えするから、
ん、何の話何の話急に何の話で、それでなんか車の写真を送ってきたんですそれが私、車のブランドなんて知らなかったけど、調べたら BMW というすんげえ高いお車で、それもいやらしいのがハンドルからの写真なんですけど、ハンドルのちょっあの真ん中に BMW って書いてるじゃないですか、ここをちょっと写すというちょっとだけ写して BMW を匂わせするという、そう、それで、え、送り迎えみたいな、そう、ちょっと匂わせしてきたんですよ、いやこいつそれで学費はみたいな、僕が払うからって、ん、何の話、もしかしてこれ、そう、それなんか一緒に住もうみたいな、え、何があったの、そしたらリコ、ウォーアイに行って言ってくれたよねって言って、あ、私たちあ、そのウォーアイにって言葉そんな重かったんだって反省したんですけど、なんと結婚することになってたんですよやばいよね、ごめんなさいすぎる、自分の発言でリコが悪いじゃんね、これ、私がもうプロポーズしてたんですよ、え、ね、うん、もう結婚もう逆プロポーズしてたみたいで、私が、そう、やばいでしょ、で結婚したの結婚、それで、え、日本では、それで私は日本の文化を教えたい私はなんだ、ピュアだからさ、私ピュアだからさ、え、ウォーアイニーって言ったら結婚になるの、日本では好きだよ、付き合ってくださいって言わないと結婚にはならないよって言ってそのまま、そしたら、あ、OK みたいな、 I see OK みたいな感じで、あ、OK みたいな、ちょっとちょっと切れ絵文字みたいに次々、あ、OK、 I see、 I see、 うん、あ、 I see みたいな、待って、私のことバツイチって呼ばないでよそう、え、私ってさ、じゃあ既婚者だったの契約成立し、 I see I see、 oh I see 感じに帰ってきて、すごい、それで彼とはそうさせてくれてよかったんですけど、彼はそんな、あの、暴力的に Why みたいなならなかったからよかったんですけど、なんと私の一言で結婚仕掛けた話がありますいや、紳士いい人だったね、うんと、え、私って既婚者だったんだいやいや、私はもてあそんでなんかないよ、ただよくしてくれて本当にありがとう、大好きって気持ちで、あの、お会いにって言ったんだけど、まさかそれがね、感情的になる人じゃなくてよかった、そうね、え、ほんと既婚者アイドルが爆誕する、やだ、いや落ち込むか、でも私たち We are friends みたいな、 We are friends って私は言って、めっちゃ最悪、私たちは友達って、はあ、それでは聞いてください、それでも好きだよ私魔性の女やん、私魔性の女や、うん、私魔性の、魔性の女だ、Why Japanese people って、ね、リアルになるところだったよね、よかった、本当に、うん、本当、私って悪かったね、でもなんか BMW で学費も払ってくれて住まわせてくれるなら、私もう、いや、めっちゃいいじゃんいや、すごい
うん、めちゃめちゃ私今頃もし、まあ、結婚してたらアイドルなんかしてなくて中国のタワマンで大学に通ってたと思います激ヤバエピソードじゃん。私いや性詐欺じゃないよ、詐欺じゃない。くじまりちゃん結婚して、え逆プロポーズ、え急にタワマンすんの、ダメだよダメだよ、しないよ。私やばいね。でもこういう経験をもうさしてるってすごくない？今思ったけどさ、留学ってかなりやばいね。少し持ったら小説にできるかなえでもやっぱ運命の再会っていうのがすごいよね。まず多分でもきっかけはあの運命的な再会だったんだと思うよ、彼的には。そう、え幽霊みたいな、さお化けでしょって言われた。ううん、本物だよみたいな。かなり小説じゃんもしかしたら、いや本当 STU に入ってない人生だったかもしれない。すんごい玉の輿になってたかもしれない今頃 BMW に乗ってふふふって大学通ってたのかなはあ面白い、本当にすごいすごいわ。だからそれ以来私は本当そのウォーアイニーって言葉を重い言葉と受け止めてます。 I love you も、しんいちさんだるまありがとうね。ああそうだから私も、うん、え大学に通う、え中国の大学って何かあるみたいな、北京上海大学みたいな、うん、そう、え名門だよね、って会話してくれるのかなってうん、よかった、スティエに入ってあ、りょうさん結婚して、ダメですダメです、しませんね。あの軽々しく結婚してなんて、それもう言ったらおしまいだよ、ねえ、ちょっと勉強になったね、ほんと。でもその頃ほんとに純粋でよかった。もう今はあのタワマンに住みたくて住みたくてしょうがないから、もうついていったかもしれないああ重いね。えそうだね、でも大丈夫、うん、まあ今私はあの独身として生きてるので大丈夫ですはあ、でもすごいよね、 BMW のちょっとここのロゴを見せてくるあたり、あこいつみたいな、匂わせてるって。私はちゃんと気づけましたよ。おやすさん結婚して、ダメだよそんな軽々しく、軽々しくダメだよ。そうね、面白い面白い、うん、あと人の不倫を間近で見たことあります、うん、やばい、その頃は15歳だった私、えかなりやばいじゃん私、えなんかそれはめちゃめちゃ悲しくて、私めちゃめちゃ悲しくて、すっごい悲しくて、それもフィリピンなんですけど15歳だって、なんか日本人のすごい女性の方がいてめちゃめちゃ綺麗なんですよ。でそれで結婚指輪めっちゃ大きいダイヤモンドつけてて、え綺麗と思ってたんですよ、そうすごいって。で旦那さんはみたいな、なんかすごい、あお金持ちみたいな、旦那さんお金持ちなんだすごいと思ってたんですよ。で旦那さんとかの話してたら、旦那さんの話とか聞いてて、それでそしたらなんか朝私早起きだから、あの早起きであのそしたらそのアカデミーに、アカデミーと寮が合体してるんですよ。でそれであの帰ってくるなんかその女性とあと男性を発見して、うんって思ったんですよ。うんって、なんで、あなんか帰ってきたみたいな、どこ行ってたんだろう、あ、佐賀帰り
期っていうか7時だよ普通に、朝ごはん食べに行くみたいな、そう食堂で、それでなんなんだろう、それでなんか相談したん、なんか2人が帰ってきたんだよねみたいな、その相談できるその同期みたいな、一緒にアカデミーに入った同期に、なんか2人が帰ってきたんだよねみたいな、朝朝帰りかな、え、それで話を聞きに行ったんです。私は純粋だから、純粋だから、私純粋だからね、ねえねえみたいな、朝帰りなのみたいな、なんか聞きに行ったんですよ。そのそしたらそうだよみたいな、それであそうなんだみたいな、なんかセブ島のなんかセブ島のそうなんかリゾートに2人で泊まったんだみたいな、え、そうなんだ、え、ってそうなんだ、もうそれ以上は私も察して聞かなかったけど、私は旦那さんの、あ、それでなんか一緒の不倫、あ、間違えた、一緒のなんかそのなんかあの女性もなんかあのタバコを禁じているのに、なんかそのあの不倫相手の影響でタバコをなんか復活して、私は悲しくて、えって、なんでって思って、なんか当時は純粋だったからね、え、なんでなのって思って、なんでって悲しかったし、しかもなんか旦那さんのお話とか聞いてたからすごい悲しくて、悲しくなった経験があります。ドロドロを私人生何周目なんだろう、え、私さすごい、でも初めて人間のそういうところをにあのそういうところに触れてしまったというか、見てしまった、はあ、なんであの時聞いたんだろうね。以上です。やっぱ私ってもう人生めちゃめちゃ何周もしてるのか、うん、風鈴、うん、風鈴チリンチリンの話、これは風鈴、うん、大丈夫今誰も、うん、マネージャーさんから連絡来てない、風鈴、うん、風鈴、え、人生私めちゃめちゃ何週も、留学中に危険になったこと、危険なこと、純粋さ怖いわ、危険なこと、エピソードトーク困んないねこれ、え、モロッコ先生ゴール、話違う人多い。危険になったことはないかな、いや私かなりさ、だから私さ、あの15歳でもうそういうなんか大人、そうだって15歳で一人で海外に行ってさ、周りはに、うん、せめて18は超えとる大学生とか、若くても大学生で大人の人とかがたくさんいるんだよ、だから私ってチャランポランですごい非常識で、なんか学のない、すごいなんか教養のないバカなペーペーかと思われるかもしれないけど、結構人生経験豊富だし、この上です豊富だし、あのかなりかなりなんかあの人生は2周目ぐらいあるかもしれない。あ、え、これネタこれ、これバラエティ番組ですぐ使える、よし、え、さんまさんにぶつ、さんま御殿出れますか、え、じゃあちょっとなんかどういう回でいけるかな、
応募しようかな。これちょっといっぱいなんかこすりにこす猫はじゃ先輩ぐらいこすって、あのめちゃめちゃなんか落ち着けて話せるように頑張ろう、できるようにしよう。もう少し盛れば、オールナイトニッポンもいける、出られるレベルのネタ。そうだね、猫はじゃ先輩、猫はじゃ先輩みたいに整理しとかないと、いいツッコミもらえるかな。あ、経験豊富なアイドルとして出るの。確かにちょっと笑いも欲しいよね。どうやって磨けばいいんだろう。でも私ちょっと韓国語をあの知ってるのは、なんか私のことがすごくあの好きでたまらない韓国人の男の子に、男の子って言ってももう27歳になんか口説かれまくって、なんか口説かれまくったからちょっと韓国語がわかるんですよ。私そう、そう、私その時もう17歳16歳とかでした。リコーみたいな、リコーみたいな、今日も可愛いみたいな、リコーそう、あーそうめっちゃ面白い、リコー今日も可愛い。でもくど、これはでも口説かれたわけじゃないのかもね。でもなんかリコ今日も可愛いみたいな、リコリコ今日も綺麗あそういうのをね、なんか言われて、リコいつかディナー行きたいみたいな。私さ未成年だから、あの平日はアカデミーから出られないので、それでしかももう帰る週だったから、なんかあのそうだね、もう行けないねディナー、じゃああのその食堂で一緒に食べようみたいな、ここのディナーがあるよみたいな感じに言ったら、なんかあの引かれて、なんか悲しまれて、あのそれ以来話されなくなりました。私めっちゃひどくない？ディナー行きたいみたいに言ったけど、ん？ここのディナーでいいじゃんって言ったんだよ。やばくないか？めっちゃひどくない私。ひどいよね。そしたらすごいなんか悲しい顔をされて、そっかみたいな。でも私さ本当にさ、わからんかったけさ、私もう二十歳になっていろんななんかなんか漫画とか。そういうなんのを読んだらわかるけど、正直すぎるよね。さすがにひどかったと思う。ん？ここのディナーがあるじゃんって。そう。純粋だったのがどうしようがないよね。確かにいい断り方だよね。そう。面白い。そういうことがあった。もうオチがさ、そういう話もさ全部ないじゃん。しかも多分私話してる間に笑っちゃいそう。でもまあ中国人の男性と結婚しそうになった話と不倫を間近で見てしまった話と、もう猫はじゃ先輩ぐらいこくる、あのこすればオチを作って、そしたらいつかバラエティ番組で使えるね。うん、でも今逆に好きになったことはない。なぜかというと周りはみんな本当に年上なんですよ。私だって15、16、17歳の時にそのフィリピンに行ったんですよね。だから周りはもういても大学生みたいな。いやだからないですね。うん、猫橋先輩は私が高校1年生の時の2個上の高校3年生の先輩なんですけど、普通に仲良くしてて、そしたら急になんかリコとこいつもリコって呼んでくるじゃん。
リコともう友達辞めたいみたいな感じ言われて、友達辞め、その当時の私はすごいなんかピュアピュアだったから、友達辞めるの悲しい、私なんか悪いことしたって。そしたら急に猫派じゃ LINE ですよ、猫派じゃって、ん、私犬派じゃ、犬派、猫派じゃって猫派だよってことなのかな、私猫派じゃって、あ、違う違う、犬派じゃって言ったんです。あ、私犬派だから、犬派じゃって。それで、ね、調べたら猫派じゃはあの、ね、あの韓国語で俺の女になれって意味で、私はもう鳥派じゃでした。はあ、え、どうですか、このオチはいけてますか、このオチいけてるのかな、すごい決め言葉、しかもさ、なんて LINE なんだよ、しかもさカタカナでさ、せめて韓国語のあのハングル文字であれ、本当にハングル文字であれ、せめてなんでカタカナで猫派じゃなん、やめてくれ本当に。あ、お後よろしい、本当お後がよろしいですか、あの面白い、滑らない話でいける、1本、え、嬉しい、このエピソード好き、座布団3枚、やったー、フェイントありました、フェイント、ほんと稲葉じゃに確かに何か意味ないんかね、 SKE の歌にあんのこういうのが、猫葉じゃって、鳥葉じゃ、鳥肌が立ちました、え、拍手が起きるタイプのエピソード、ほんと、あ、感心されるってこと、あ、でも私さ、大喜利とかも上手になりたいよね、鳥肌で爆笑、綺麗、あ、鳥肌、え、これは日本です、日本で起きた話エピソードです、もうそれだけしかないですね、落語家になれます、え、やった綺麗に落ちた、やったやったやった、前のこと言う、そう、日本人の先輩、これは日本人日本でのエピソード、何、アメリカはね、ないな、アメリカはないな、これ日本人の先輩、日本なの、いかないよ、ホストファミリー、ホストシスター、女の子2人だったし、何これ、女の子2人だったし、ないな、確かに私ってトラブルメーカーなのかもね、確かに私って、そうか、そういうのを引きつけてしまう能力があるのかな、落語家、ほんと創作落語、古典落語いける、ねえ、猫派じゃ先輩どうなってんだろうね、今何してるんだろう、わかんない、変なの引きつけるのかな、ね、鉄板ネタ2つあれば十分、あ、遅刻、アメリカはないですね、すごいなんか宗教が絡んじゃうんですけど、あのすごいキリスト教に勧誘されたぐらいですね、そう、神にみたいな、今夜も神に感謝して寝るのよみたいな、は、あるかな、このノートにみたいな、今日一日あったことを話す、神に謝りたいことを話したり、神にこうしてほしいと思うことを話したりするの、そういうのはあったで、その神にこうしてほしいっていうノート、そのノートに私は痩せたいって書いたの、はあ、これならあるわ、めっちゃおもろいじゃん、なんかそのノートをくれたそのホストファミリーは、私はなんかファーザーとあの喧嘩した時とかに、こういうことが私は悪かった、だから反省してる、仲直りしたいって書くんだよみたいな、
私は、痩せたいみたいな何キロになりたいみたいなことを書いたことはあります。うん、うん、あ、これこれいいかな、これ使えるかな神様も困惑でしょ、ほんと痩せたいI want to lose my weight って書いたんだよ神様自分でやれ、ほんとこれならあります、お手上げだよね。そう、なんか懺悔、それこそほんと懺悔とか、うん、必要だと。すごいコメント欄で寄り目してって言われる。うん、嘘ついたことあんの、怖っ。ソラスター教ってあるのか、あ、ちょっと弱い、あ、ほんと七夕の短冊だよね。神頑張れ、神知らんがないや、ほんとテレビでは難しいよね。エピソードとしては良きか、まあ、宗教を絡めなくて神様って言っとけばいいか。うん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 面白い、こういう話もありますね。アメリカ他なんかあるかな、ないと思うな、これぐらいしかないな。こんぐらいかな。寄り目どこぐらいまで寄るの、ここまで寄るよ国際情勢の番組くらいなら、ねえ、それダメでしょ、私なんかがいたらダメでしょ。そうだね、ガチガチで絡んでるわけじゃないからいっか。痩せたい痩せたい、深夜番組ならいける、やるんかい。他なんかあるかな、私なんかあるかな、あります、あの私、ああるわ、なんかあのめちゃめちゃ懐かしい、私の可愛いエピソードがあります。あのね、あ、さっき留学先で人のことを好きになったことないのみたいな聞かれたけど、ちょっとなんか語弊が生まれるかもしれないけど、推しを作ったことあります。すごいなんかハンサムなガイがいてハンサムなガイがいて、その彼の名前ショーンって言うんですけど、その人をショーン様って呼んでたんですよ、裏でで、なんか周りの人とかに「ねえショーン様めっちゃかっこよくない?」みたいな、たら「え?」みたいな、「あのおじさんのどこがいいの?」みたいな言われるんですよ。そう、それで「いや名前がすでにイケメンだよね」え、みたいな、ショーン様、ショーン様かっこいいじゃんみたいな、ショーンハゲてないみたいなで、それで嘘って、私はもうショーン様しか勝たんだったんです、ショーン様かっこいい。そしたら目の前にね、ショーン様が現れて、あ、ショーン様って言っちゃったの私それならあります。なんか裏でショーン様って呼んでて、そこでその彼とかとなんかディスカッションするときは「はいショーン」みたいな「はいショーン How are you?」みたいな感じ言ってたけど、急になんかショーン様現れて、それで「もうショーン様!」って言っちゃったわけ。それならある、えみたいな、すごい困惑されました。しかもショーン様は日本人なんで、一応日本人なんで、何か分かるんですよ、ショーン様って。だからすごいなんか私はピュアピュアで心の声が漏れちゃったって、あ、ショーン様って言っちゃった、あ、様が分かるんです。うん、それならある。それ以来なんかそう通じちゃったの、
まさかの日本人なんですよね。そう、それ以来なんか裏とかでなんか人のこと別の名前でなんか悪い話呼ばないようにみたいな、そういうのあるな。薄いね、薄いよね。もう可愛くない私。ショーン様が目の前に現れて、ショーン様ってちょっとあったんだよ。目玉リレー、できる。ネコハジ先輩も日本人だし、ショーン様も日本人。そうだよ、落語みたい。私落語向いてるのかな。あ、日本人っていうのをオチに使えば面白くなる。そうしよう。じゃあ、やなって、あのショーン様、ショーン様日本人でバリバリ通じてるんです。おお、ありがとう、みんな教えてくれてね。駒澤さん結婚してガー。うん、うーん、でもショーン様確かにあの頃の私はあのショーン様にフィルターがかかってたから分かんなかったけど、あの確かに薄嫌だったね。ふさふさだよって。創作落語って何ですか。今日メイクバッチリ。落語に使えるネタ探して、ほんと。え、でもバラエティネタに使えるよね。私なんか工藤理子の滑らない話3つぐらいは持っておきたいんだよね。今まで出てきた全員日本人です。怖すぎ。そうでいたら言葉に伝わらんやろ。天才。そんなこと言った。ショーンは日本人なので。え、天才。え、これはツッコミがないと面白くないね。やっぱツッコミというか、すぐさまかー。あー、そうだわ。つまりこうでしょ。私留学先ですごいハンサムなガイド出会って、すごいもう好きで好きでたまんなくて、裏でショーン様って呼んでて、その人ショーンって言うんですけど、ショーン様って呼んでて、それでもう友達とかに「ねえショーン様かっこよくない?」とか「えあのショーン?ショーンおじさんじゃん」って「えショーン様かっこいいよね?」「えショーンハゲてるよ」言われてたんですよね。である日突然ショーン様が目の前に出てきちゃって、「ショーン様!」って。なんですよね。え、工藤、それショーン、それショーン様って言ったとて通じんのやないん。ショーン様日本人なんですよ。かあ、いけそうじゃない。ああ、ほんと何目指してるの私。何目指してんだろう私。何目指してんの私これ。あ、でもよさそう、良さそう。お、いい、いける。M1 出るん、汗さま。日本人なんかい。あ、これ気落ちるかな。あ、整えるね。あ、漫才にす、あ、漫才ありだね。ひろてれ落語会に入会、え、したいね。やば、え、なんか伏線回収してるじゃん私。二刀流アイドル、もしかして私バラエティとアイドル両方を進むバラエティアイドルになっているのか。あ、私間違えた。あの二刀流を目指している、もしかして伏線回収。落語経験が生きてますね。もしかしたら私のセカンドキャリアは着実に進めていますか。ヒコロヒーさんといいね。リコロヒーっていう番組持ちたいです。そんなこと、そんなおこがましいこと言えませんが、
お会いしてみたいと、私あのいつか上田と女が吠える夜にいつか出演で したいな。今のエピソードがあればいけるかな。今のこういうなんか色濃いエピソードあれば いけますかね。え、リキョロヒ、私斉藤京子さんもそういうつもりはない。リコロヒ、あの2みたいな感じでおまけみたいな、リコロヒみたいなおまけ3、いけそう。じゃあ猫はじゃ先輩とその中国人に逆プロポーズして結婚しそうになっちゃった話と、なんだショーン様の話、あ、まあ、2個あるからさいけるね。 BMW の人と結婚あ、結婚そこで伏線また回収すんの。あ、のりみおさんいいね、ありがとう、いいね、ありがとう。ああのゴキブリがいて、そのゴキブリをが歩いたお手紙を普通に渡しちゃった話。これはどっちかといったら私気にしない女みたいな、で私壮絶な経験ある女みたいな、そんな感じだよね。あ、不倫もあるか。不倫、え、不倫はどう、不倫の話はプリンって呼ぼうかな。急にさ、急にちょっとさ、コンプラちょっと気にするやつ、え、プリンって呼ぼうかな。あ、プリンはどうやって落ち着ければいいのかな。私プリンを目撃しちゃったことがあって、なんかオチがないよね。え、オドぜひ応募しちゃい、応募したい、え、オードリーさんぜひ会ってください、私に会ってください。そのプリン、なんか留学先ですごい綺麗なお姉さんに会って、あの結婚指輪も大きなダイヤの指輪つけてて、すごいあの旦那さんもなんかお金持ちなんだよみたいな感じに教えてもらって、え、素敵な結婚生活送ってるんだ、いいなみたいな感じになんかお話聞いてたんですよ。で、そして次の日の朝、普通に食堂で朝ごはん食べようとしたら、二人がかい、あのその女性となんか、あ、結論すぎに、あ、なるほどね、綺麗でお金持ってそうな、あ、綺麗でお金持ちの人と結婚してる女の人がいて、それか、なるほどね、綺麗でお金持ちな人と結婚してすごいなんか幸せそうな、思うとそれ不倫だったんですよ。それが一番面白いわ。うわ、それだわ。あ、カミリア・ケイさんファイト、ありがとう。あ、それだわ、めっちゃ面白い。え、つまり私みたいな、私フィリピンに15歳の時に留学して、その時出会ったあの女性がいるんですけど、その人めっちゃ綺麗で、あのすごいお金持ちの人と結婚してるみたいで、左手の薬指にもすっごい大きなダイヤモンドの結婚指輪みたいなのついてて、あのすごい幸せそうな話たくさん聞かせてもらっていいなって思ってたんですよね。で、ある日朝普通に起きて食堂に降りて朝ごはん食べてたら、その女の人とあのなんか男性人がいて、なんか帰ってきたんですよ朝。
なんでどっか行ってたのかなみたいな、なんで二人が一緒にいるんだろうって思ってたんですよね。で私気になってその二人に聞いたんですよ。ねえどこに行ってたの。そしたら瀬戸島の高級なリゾートに二人で泊まってきたんだって。私純粋だったんで気づかなくて直接聞いちゃったんですよね。でも今考えるとそれって不倫だったんですよ。ちょっと話長いよね。え、でもオチめっちゃいいね。めっちゃいいね。今思うとそれ不倫だったんですよ。めっちゃいいオチだよね。話が長いよね。もうちょっとさ猫はじゃぐらいさ個人コンパクトにしないとね。あ、怖い話風に語ってみるの。怖いな怖いな。笑い要素がないよね。ためないとねやっぱ。あ、アンミカさんのスパイの話も。そっかそっかそっか。あ、ちょっと弱いか。いやスパイの話ちょっともう、あ、ちょっと後でまた見よう、勉強しよう。あ、大きい字の話も漏れば足跡ついたの手紙で渡しちゃったんですけど。確かに弱いか。あ、みんな急に怖いじゃん。確かに恋バナ系の番組用のネタで。そうだね、笑いとかじゃなくてえ、怖ってならせさせちゃうのがさせたいんだよね。あ、一緒にいた男性はもうお金持ち、多分めちゃめちゃお金持ち、しかもなんか多分だけどなんか企業とかに、多分なんか社長みたいな、分からん、それどんな人だと。あ、お金持ちが好きなのかな。その女性、あ、アンミカさんの身を、たくさんこすってまとめよう。え、でも当時15歳だったからね。いや、ほんとすごいよね、私。なんか危険な話、全然危険じゃないな。あのね、その15歳だった頃ね、初めてね、飛行機に一人で乗るじゃん。そう。で、それで、どうやって話そう。ね、私当時15歳で初めて海外に一人で留学するってなって、飛行機とか空港とかも一人でやるの初めてだったからすごい不安だったけど、不安だったんだけど、ママに大丈夫って聞かれた時に、お猿のジョージでちっちゃい頃からよくなんか空港の話とか見てるから大丈夫って言われて、お猿のジョージにめちゃめちゃなんかでっかい信頼を寄せて空港に行ったんだけど、でそれでよしここで会ってるって思って、ゲート、その空港のゲート、よしここで会ってる、もう早く着きすぎちゃったけどここで待っとこうって思って、でそれでフライトの5分前ぐらいになって、なんか勘、なんかちょっと勘みたいな、幼いながらにちょっとなんか勘みたいなのが働いて、すいませんみたいな、その空港の人に、そのインチョン空港なんだけど、英語ですいませんみたいな、ここで合ってますかって聞いたら、違うよ、ここは60何番ゲートで、君が行かないといけないのは315なんちゃらみたいな、100ぐらいだったから160何本みたいな、え、君はめちゃめちゃトレインに乗らないといけないしみたいな、トレインに乗らないといけないし、走ってまずは走ってあっちを走るんだ、そしたらエスカレーターがあるからそれ降りて、そしたらトレインに君は乗らないといけない、走れ!言われて、
あの、え、わかったみたいな、ハリアップみたいな、え、わかった5分フライトまで5分走って、私はあの走るのすごい苦手なんですけど、めちゃめちゃもう息も上がってるけど、めちゃめちゃ走れて間に合ったんですけど、間に合ったんです。私あのそのままだったら、あ、なんかアフリカ行きの飛行機に乗ってアフリカぐらいに行くところでしたっていう話があります。なんだったかな、ドバイだ、ドバイじゃないな、キュー、うん、なん、どこだった、チャドだったかな、なんか書いてたんだよね、なんかアフリカ危ないでしょ。いや本当に、え、50メートル走ほんと5秒ぐらいの勢いでめっちゃ走った。漏ればネタになるかな。おお、私がね見てたのって、あのさ、私が見てたのゲートの番号じゃなくてさ、あの飛行機に乗った時のあの何シートの番号で、紛らわしいよねっていう話がある。歌いましたか？え、まだ歌ってません。確かに今日カラオケ配信するって言ってるのに、ずっとなんか私のエピソードトーク話してる。え、チャド、え、ちょっとチャド共和国、チャドって芸人さんなのそう、間違えちゃったんだよ。シンガポールのチャンギ空港、わかんない、チャドに行きかけたんだよ。でもとりあえずチャドかなんかどっかアフリカみたいな。危ねえ、危ねえ。そう、そういう話がある。それ以来私は本当に一度も間違えたことない。懐かしい。他何があるかな。あの、これ捉え方とか皆さんが感覚が古かったら、皆さんがこれハードル上げるじゃん。皆さんの感、あ、気づいたらアフリカに着いてた方が面白かったかも。この話よりね、ほんとそうじゃんね。え、みんな、これも留学先の話なんですけど、あの多様性が認められてる国なんですよ、フィリピンって。だから男も女もその真ん中もあるわけです。そういう多様性が認められてる国なんですけど、あのすごいかっこいい先生がいて、アカデミーで、あの毎日ジョブズみたいな服着てるんですよ。黒いタートルネックで、あのデニムで、すごいスタイルもいい先生で、すごいかっこいいと思ってたんですよ。でそしたら、あのゲイだったっていう話はあります。でもこれは別に、ネタとかじゃなくて、そういう多様性の話かも。でもちょっと悲しかった、私は。うん、かっこいいって思ってたけど、私は対象になれないんだって。でもあるあるで、それで、え、うん、私の学校の先生みんなゲイだったかも、男の人ね。確かに、もうこれはもう先生の紹介でしかないよね。タイは多いんだ。私がなんかないかな。え、でももうさ、2つぐらい3つぐらいさ話あるじゃん、どっかで使える話。他何があるか、子供の時の武勇伝エピソードとかめちゃめちゃあるかもしれないね。公では話しにくいよね頭が薄いのかって
ある話か、かっこいい人に限って話したらそっちだった。そうか、よくある話か。しかもその言い方の方がめちゃめちゃ面白い。そうだね二刀流になり、二刀流、そっちの二刀流子供の時の武勇伝エピソードは結構あるかも。先生、え、何？どの顔？膝に落書きの話知ってるの？私は、あの小学校生きてる時、小学校の時、あの小学校の時、落書きがすごい好きで、授業中いっつも落書きしてたんですよ、ノートに。でそれを見つかっては、工藤落書きしませんみたいな、落書きするなって怒られてて、あのある時気づいたんですよ。あ、ノートに落書きするのがダメなんだって。じゃあ、あの膝に落書きしよう。膝に落書きしてた話があります。怒られました。なんならノートに落書きしてた時よりも怒られました。廊下ぐらい、なんか廊下じゃないな、後ろに立ってなさいって言われて立ってました。でも私なんか反省わかんないから、だって腑に落ちんけ。だってノートに落書きするなって怒られてるのかと思った。落書きをするな、ちょっとこれは本当にあれだけど、うーんと思って、全然なんかビヨンビヨンって後ろでなんか遊んでたもん。うーん、なんかこれはちょっとなんか自分のクソエピだよね、これは。でも多分なんか子供の時ヤバかった芸人みたいな、アメトークとか出るかも、いけるかもね。いや深いよね、深い。だって私は落書きがダメなのは知ったけど、ノートに落書きがダメって言われてるのかと。膝に落書きもダメなんだ。アメトークとかできないから、アメトークさん、うん、一休さんもそうなの？一休さんってそうなの？一休さんの、え、一休さんが祖先なのかな私。うん、あとは、え、成績良かった、私オール5だよ高校。私めちゃめちゃ天才って思われちゃうかもしれない、やばい。そんなこと全然、小学校の時、あ、でも小学校のテストってさ、授業聞いとけばさ100点取れるよね。あ、膝神か、取れるよね多分。だけどやっぱさ、子供の頃ってさ吸収力がいいじゃん。だからでも私勉強できると、ん、勉強できる、あの記憶力がいいんですよ。そう、あのそうだから高校のテストなんでオール5取れてたかって、あと意欲がいいんですよ私。授業態度がめちゃめちゃいいんですよ。それで多分オルゴが取れてた。でも確かに点数は良かった。イモスのテストは14位でSTU の中で学力めっちゃ低い。偏差値も 40とかない、なかったな、36とかだったかな。え、でも高校の時は勉強していたからかもね。え、頑張ってなんか考えたらイグノーベル賞とか取れないかな私うん、でもテストも確かに良かったかも。英語とか毎回 100点とか取ってたかもしれないね。うん、あ、高校のレベルが確かに。だって英語の模試とかあったんだよ、あの英語の模試があったんだよ。校内偏差値100超えてたもん。だから多分マジで、あ、でも高校一応ね、うーん、どうなんだろう、わかんない、やばいね、校内偏差値高かった、校内偏差値から、あ、高校のレベルが、あ
もういいのか。うん、英語校内、校内だからね。全国はでもちょっと、自慢はここは慎んどこ、ノーアル鷹は爪を隠すからね。うん、校内偏差値100超えなんです。これだけ武勇伝。そう、こう見えても私すごいんです。なれるかな、やっぱ授業。うん、私ね、授業中眠くならない人なの。っていうかさ、授業が多分面白かったのかな、わかんない。っていうか眠くならないんですよ私、日中。眠くなる時もあるけど。そうそう、だからもあるかもね。いいよ。だから私夜も眠くならなくて、それが悲しい。才能を分けてあげるよ。少し考え方変えると何かの発明できるかな。どんなのができるかな。99人が0点で100点が1人なら偏差値 149.5 になる。やばー、私それじゃん。私それやん、校内偏差値100以上も可能か。でもね、一応ね、いい高校だったのかな、わかんない。どうなんだろう。すごい、全国偏差値すごい、すっげー。書道、書道取ってた。よし、大学目指すか。でもなんか STU も、私も書店開きたいって思ってる。私書道でも半紙持ってないから、師範か、師範、半紙。それは紙、師範だった。師範とか持ってないから、弱っちそうに、称号とかないから、弱っちそうに見えるかもしれないけど、こう見えて意外と字が綺麗なんですよ私。だからいつかあの書店開きたい、書店っていうの活動。半紙は買います。はい、イエーイ、ギャップ。師範、師範です。半紙は買います。そこら辺にあるよね、半紙持ってないんですよって。すごい、国語でさ、すごいね、80って超えるんだね。見てくれてるの、生写真、書き初め見た時に上手だと思った、嬉しい。なんかちょっと書きたい、書道パフォーマンスとかいつかしたいよね。でも私もう字とか久しく書いてないから、丁寧に書くことを、忘れてるんですよね。字、でも段はもうなんか特待生みたいな、もう8段を超えたらもうそれ以上いけないんですよね、私が言ってた、習ってたのは。書店か、書店だ。8段超えたらもう特待生で、それからなんか大人の分みたいなのでやっていくんですよね。みちゅさんと、充電が 10% になっちゃった。充電が 10% だ。いつかね、なんかいいよね、できたらいいよね、字を書く系のだったらいいね。サインの字めちゃめちゃ綺麗だと嬉しい。
よし、じゃあ芸術家を目指そう。芸術家を目指すね。充電 10% になっちゃった。私暗闇でしたか。戻ってきた。私生きてる。戻ってきた。生きてますか。生きてる。もしかしたら私才能、頑張ればイグノーベル賞も夢じゃないかな。確かイグノー、どういうのでイグノーベル賞取ろう。じゃあ今からみんな世界の不思議を一緒に語っていこう。生きてる。やった、よかった。じゃあ今からあの世界の不思議について語っていこう。身近な謎を私が解き明かしてあげる。ストベリー賞、懐かしい。え、トロピカル初動メールね。でもあれさ、時間かかっちゃうからさ、やめたんだ。なんか不思議なこととかない？みんなは。だってさ、勉強中にさ、なんかあの勉強したいのにお掃除しちゃうみたいな。それにもちゃんとなんかセルフハンディキャップみたいなさ、なんかそういうのあるじゃん。名前ついてるじゃん。なんで空は青いか私知ってるよ。なんだっけ、忘れちゃった。あれ。なんで空は青いか、なんでなんだろう。あの詩人だったら、あのなんか涙が上に行くんだって。わかんない。難しいね。今コメントにちょっと触れられんけどさ、鼓膜破壊カラオケはどんな効果があるのか検証。いつの間にかみんな中毒になってるよね。それはもう知らないのと一緒。外空の青いのはあのね、知ってるよ。なぜなら花かっぱで見たから。この前はさ、お猿のジョージで空港の乗り方をさ、あの飛行機の乗り方を学んだって言って、空が青いのは花かっぱで見たことがあるから。NHK に感謝しよう。本当に教育番組だ、 NHK さん。空が青いのは、海が青いのは空を反射してるからでしょ。空はなんで青いんだろう。まださ、青うせんだよあいつ。まだ若いんだよあいつ。Eテレラバー、 NHK さんの回し物。あいつまだ青くせんだよ。大喜利回答としてはさ、6点ぐらい取れそうじゃない。10点中。夕焼けはなんで赤いのか。太陽が、あ、これわかるよ。なぜなら地平線ぐらいまで近く来るじゃん太陽。だからじゃない。人生3周目。なんでなんだろう。私今からカラオケしようかなとか急に考え始めて。私さ、今考えたらめちゃめちゃ配信してるね。なんでなんだろう。確かに一日中赤かったらみんな落ち着かんもんね。なんで夜は暗いか。
夜が暗いのか。それはね、夜はね泣きたくなるでしょ。その泣いてるところを誰にも見つからないように暗いんだよ。理科。夕焼け朝焼けは太陽が遠い。え、遠いの？近いのかと思ってた。そうなんだ。泣いてもね、そう見つかんないし恥ずかしくもないから。ヒューパー。あ、そうなんだ、遠いんだ。え、あれでしょ、夜が暗いのは太陽がさ、地球が回ってさ、太陽に日本がさ、めーって暗い。そっちの暗いとかけてるんだ。なぜ赤いと落ち着かないのか。赤はなんか闘牛とかでも使われてるけど、ちょっと本能を刺激されちゃうから。そうなんだ、ね、日本が太陽に触れないからだよね。違うの？え、なんでさ、待って、みんな太陽なんで、なんで空青いか教えてほしい、私に分かるように。地球の大気を通る距離。急にイヤホン入れて外してバッテリーないのにカラオケ。え、一応なんかさ、こっちのやつでするの。予算の都合なの。あ、え、青って安いの。太陽までの大気の層の厚さが青くさせてるの。え、光の波長の中で青に近い光は大気の粒子に当たって散乱しやすい。ああ私今さ、一番バカそうな顔でバカそうな音出したよね。ん？は？太陽からの光のうち波長の短い青い光が散乱されて人の目に入る。あ？偏差値30代の顔してる。 IQ2 とかでしょ私。ん？波長って波の長さ。ん？待って、じゃあ図に書いて表すね。太陽からの光ペーって流れてる、その波長の短い青い光、青いのが流れるんだ。あ、短いんだ。ああって散乱、散乱、人の目に入る、だから青いのか。はあ、青い光以外が吸収されてしまったせい。オゾン層の色かな。私さ、小さい頃さ、オゾン層の破壊とかさ、ニュースで流れててさ、あ、オゾン層、あ、地球にオゾン層っていう膜があって、それがないとなんか紫外線がなんか直に当たって私たちに悪い影響を及ぼすんだ。そうなんだ。あ、じゃあさ、地球の周りに大きなラップで覆ったらいいじゃんって思ってたけどさ、無理だよね、私たち窒息死するで。地球規模で窒息死させようとしてた私、小さい頃から。ちょっと、うん、大きいさ、でもラップって考えたの、ちょっとさ天才じゃない私。大きいラップで巻けばいいって思ってたの私は。でもこういうのが難しいんだよね。あんたバカ？バカリコ。バカリコ。波長が短いから大気の中の塵とかにぶつかって遠くまで飛んでいかないんです。だから上は青く見えてここは透明なんだ。そういうことか。なるほど。神様が青い絵の具をこぼしたの。逆に朝日は大気を通る距離が長く、青い光が散乱しきって届かないから赤くなる。地球 OL ラップとか作ったらノーベルとか軽く、いけるかな、本当？地球 OL ラップ
え、だってさ、オゾンって O3 でしょ。だったら酸素の分子を3つさ作ればさ、くっつけてさ、いっぱいそれを並べてさ、ラップにしてさ、いってらっしゃい。そしたらさ、あのオゾン層問題解決だね。できるんじゃない？どう思う？おっさんなんだ。あ、おさんっておっさんなんだ。いってらっしゃい、バイバイ。面白い。太陽って1600万度あんねんで、ここの気温な20度、21度じゃ。うん、目につける。高圧放電装置を作ってて失敗してオゾン大量発生させた。え、すごい。え、ねえねえ、そのオゾンってさ、人体にさ悪影響を及ぼすよね。実際リコラップ保管計画、イエーイ。やっぱ、え、私いけんじゃね、これ提出しよう。私みたいなさ、ちっちゃい頭でさ考えてるけどさ、そんなのさ、もう私が小さい頃からあった改善策だろうなって思った。あ、呼吸器、あ、やっぱ毒性あるよね。大丈夫だった？呼吸器官に影響あるんだ。呼吸系、そうなんだ。過酸素、へえ。地球規模のラップ作るためにクラウドファンディング始めよう。いいの？あ、そう、そうしよう、頑張ろうかな。オゾンは O3 で紫外線当てればできる。あ、そうなんだ。じゃあ、まあ、あの O をたくさんさ、ウェーってやってさ、いってらっしゃいってしたらオゾンになるのかな。確かに切り取りやすさが重要だよね。くるってしたいよね。3O2、 うん、 3O2 2O2。 色彩検定勉強したら教えてくれるよ。空がなぜ青いのか。しわいさん、ありがとう。ねえ、でも青の概念って分かんないよ。分かる。 3O2 が 2O3 になる。分かる。なんだろう。え、ねえねえ、青の概念ってわかんない。みんなさ、生まれつき目の見えない人にさ、青い空は青いんだよってさ教えて、青色って何ってさ言われたらさ、どうやって説明する。どうやって説明しよう。東大入試からスタート。どうやって説明する。空の色、言葉で説明するの難しいよね。なんかすっきりした色。ああ、確かにすっきりしてる。吸いたくなる色、なんか。食欲がなくなる色。青の概念ね、青の概念って何。八、うん、メロンソーダ美味しい。色を知らない人、
ねえ、一面に広がっていたら誰もが綺麗ってなりそうね。あ、色の暖かい寒いって何？そうだよね。だったら私はロマンチストだから、こうやってこうやって相手の手をこうやって、ここはどう？暖かい？このこれが暖かい色だよって教える。アニメ飲みすぎ、うん、ネモフィラ綺麗、それしか言えん。あ、やっぱ感情で表すのか。青色でも寒い色って言って、あ、痛そうやなキーパー。あ、キュンってなるの？え、私もさ、あ、だからプロポーズされたって思う。こういうのがあれか。うわっ、こういうのが私、思わせぶりなのか。ドキドキする、結婚します、鬼キュンとしました、ドキドキ。え、みんな。え、色の概念、そうだよ。私も思ったの、ヘレン・ケラーのさ、私本とか読んだことあるからさ、目も見えないし耳も聞こえない、ただこの感触と匂いしかないって、どういう感覚なんだろうってたまに思うんだよ。昨日もドライヤーしてる間に思ったんだよ。伏線回収しちゃった。エソさん結婚して、どうしよっかな。伏線、私悪い女だね、魔性の女じゃん。え、カラオケ配信明日になっちゃった。なんか歌う一曲。難しいな、なんか悪い女、ワルキーか。私悪ね、水を触ってWater. カラオケシーチャーを。それではファーストテイクだよ。
です。私のために答えてくれますか？私のハンコを持ってくれますか？ございました。マリュさんペンライトありがとう。タツヤポンめっちゃ可愛い、ありがとう。キーさん可愛い、ありがとう。カミリアケイさんパチパチありがとう。ハルルンさんハートありがとう。マリュさん私色のペンライトありがとう。音符もありがとう。タツヤポンミラーボールありがとう。やっぱり腹筋は板チョコみたいに割れてる人がタイプかな。私のために筋トレ頑張ってねみんな。胸筋ももっこりしてる人が好きかもしれない。ハルルンさんハートありがとう。としきさん音符ありがとう。ありがとう。卓球ミラーボールありがとう。ふーちゃんももし結婚してダンダーン、ありがとう。おしめんならみんさん音符ありがとう。え、みんなありがとう。人生方向音痴さんミラーボール、のりみょんさんもミラーボールありがとう。しめななみんさんもありがとう。カミリアケイさんミラーボールありがとう。私のカラオケ好きですか皆さん。ハレレンさん、トシキさん、マリュさん、おしめななみんさんありがとう音符。おー、ロクさんパチパチありがとう。ありがとう。最後に何歌おうかな。じゃあこれかな。私が私がずっとなんかサイコパスの話とかいっぱいしてたから。マシュマロからイタチョコになって。ロクさんパチパチありがとう。二度目言っちゃった。じゃあ私がどんなことをしても嫌いにならないで。見てくれてありがとう。もう終わっちゃうから最初に。ありがとう。見てくれてありがとうね。ありえないよね。え、みんな
本当にありがとう。1位はタッキュー、2位はのりみょうさん、そして第3位はカミリア K さんでした。ありがとう皆さん。そしてめちゃめちゃ長い配信だったけど、お話とかに付き合って最後にはカラオケでなんかめちゃめちゃ楽しい配信でした。ありがとうみんな。また明日もカラオケ配信しような。ありがとう。